見た。助かったわ。パパが朝からコロボクル探しに出かけちゃって、お店の人手が足りないの。朝から。さっきパプリカ求めよったよ、お父さん。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、夏の月25日、曇りや曇り。さあ、今日も水やりをしますか。あ、この一杯で大丈夫かな。あ、そしてコッコが、コッコが外に、外に出しっぱなしに、なんてこったい。あ、そしてね、ちょっと今日はね、今日あれかな、病院空いとるかな。あ、外でもちゃんとご機嫌でいてくれたね、ありがとう。よいしょ。あ、ってことは昨日やった餌は減ってないということだな。とりあえず、はい、おやつをどうぞ。あのね、このスタンプのところで、私このドラえもんのかかしは今持っとんやけど、こ次のやつかな、この次の、はい、お買い物スタンプが6分の5まで埋まっとるけん、あと病院でお買い物をするだけで、ご褒美しずかちゃんのかかしがもらえるけん、それをちょっともらいたいなと。さあ病院に行きますかね。何時ぐらいに開くんやっけ病院。はい、シーゼンタウン東へ。暗いなぁ。曇りやけんしょうがないんかもしれんけど、暗いなぁ。病院開院時間金曜日空いてる、10時から12時。 OK、 じゃあとりあえず10時まで寝ますか。おやすみなさい。急患とか運ばれてきたらめっちゃ邪魔やけどね。でも病院基本的に高いんよね、何もかもが。あ、どうも。さあ、何買おうかな。何かドリンク買っていきます。一番安い、あ、動物の薬。動物な、でも今んとこ別に元気やけん、人間用の方がいいかな。元気が出るかもしれないドリンク。日によって出来が違うらしい。何それ。そんな、運試し的な。あ、もしかしてこれ1日1個しか買えんとかそういう感じ。ロコットドリンクとかめっちゃ怖いやん。あまりいい匂いはしない。また薬が必要になったらいつでもおいでよ。はい、これで初めて病院でお買い物をした。お買い物スタンプ全部ゲット。やったね。こんにちは。これでしずかちゃんのかかしはいつもらえるかな。前回のドラえもんのやつは、あれか、次の日とかに、ドラえもんが家を訪ねてきてもらえたんやったっけ。ということは、まあ、しずかちゃんのやつも、次の日とかに、訪ねてきてもらえたりするんかな。僕のせいで秘密道具を取り上げられちゃったのが気になる。ドラえもんにも迷惑かけちゃった。よし。秘密道具とドラえもんが心配だ。ちょっと行ってみよう。基本的に秘密道具を心配なのが8割ぐらいやと見た。それで来たと。あ、素直に言ったんやね。安心するといい。のび太が仕事を頑張ったら返してやろう。だが、あんな怪しい道具を子供が振り回すのは危険というものだ。はい。変なことは考えずに、子供らしくしっかり働くことだ。子供らしいのは働くことではない。そんな、分かったらしっかり働くのだ。はい。何の秘密道具を取り上げられちゃったんだろう。僕のせいでドラえもんまで困らしちゃったみたいだ。え、何を取り上げられたかも分かってないの。てか、あれは精霊呼び出し腕はどうなったの。子供が働きすぎなのは納得できないけど、ヤーメイさんを怒らしちゃったのは僕が悪いんだ。いっぱい働いてヤーメイさんに僕の頑張りを認めてもらおう。そうすればドラえもんの秘密道具を返してくれるって言ったし、僕はやるぞ。ヤーメイさんが恐喝だと思うんだ。非常に恐喝だと思うんだ。こんにちは。ここで買うものとかは、あれ？買い物はできないんですか今。え、営業時間中では、そっか、結構遅い時間とかやったっけ営業時間。え、でも結構な時間になってるんだけどな。じゃあとりあえず、てか中にお客さんおったよね。え、普通におったよね。どうなんその辺。鉄も、これ作れる
るやつ作れんやつはどこでわかるの？特にわからんのかな。ツルハシ。あー、とりあえずあれか、全体的に銅は作って揃えた方がいいかな。銅のハンマーにグレードアップで、銅の鎌にグレードアップ。銅はね、いっぱい持っとるはずやけん、はい、これで銅の斧、イエーイ。これで多分銅シリーズは全部もう持ったはず、イエーイ。次さ、私鉄のじょうろと鉄のつるはしが欲しいんやけど、どうかな。鉄のつるはし必要なのは、使用する素材、あ、全然足りていない。鉄が足りてないってことよね、多分。あ、足りてた。え、ちょっと見方がわからないんだけど、どういう見方？鉄のじょうろ。あ、足りんかったら赤くなるってことか。なるほどね。やったー、なんかいっぱいグレードアップできた、嬉しい。え、嬉しい。やったね。で、とりあえず、ちょっと待って。なんでヤンメイさんパシャン川にいるの？どうしたの急に。てか、あのワンコがさ、いつまで経っても助けられないんだけど。やっぱり何も起きないね。氷の森。よく来たな。ここでもね、なんかシリーズものを買っていくのも結構、あ、でもお金が結構なくなっとんよね。ウッドシリーズ、何かしら一個ずつ買っていったらいいんかな。その辺がいまいち分かっていない。とりあえず早く静香ちゃんのかかしが欲しい。ちょっと待って、そっか、あれやわ。あ、てかあれか、女神様の有効度はそんな簡単には上がってないか。そんな簡単には上がって、え、てか、あ、そっか、話しかけたらわかるんよね。あー、くそ、まだ紫やわ。まだ全然紫やわ。ダメだ、ダメすぎる。ということで、シーゼンタウン東。いや、なんか結構ね、みんなの有効度とかが上がってきたんやけど、上がってきたんやけど、いまいちこうイベントの発生条件がわからない。モグモーグでのイベントはもう、あの、前の日で終わったってことかな。まあ、とりあえずそういうことなんだろう。ニックナップでのイベントもまあ特にって感じやし。そろ、なになに？ちょっとお腹が空いたかな？パプリカとか持ってない？ぜひ分けてもらいたいんだ。みかんと交換っていうのはどうかな？え、なんか初めてこんなん発生したけど、パプリカとか育ってことないよ。そっか、仕方ないよね。気が変わったら教えてね。初めてじゃない今の。あんな感じで頼まれるんやね。なるほど。誰も、あ、いたわ。みんなめっちゃいたわ。こんにちは。こんにちは、どうも。え、かわいい。めっちゃかわいいんだけど。もうあれか、一通りイベントは起きて終わった感じですかね。あ、みんないないし。ということは、とか、そろそろっすね、私、動物小屋が欲しいんよね。動物コンテストがいつ、ん？動物コンテストはもしかしてもう通り過ぎたか？え、てかちょっと待って。今日は何のイベントもないよね。ない。よかった。よかった。なかった。動物小屋は、どれぐらいで作れるんですか？あ、でもいっぱいなんかいろんなもの使ってしまったけんな。グレードアップに。あれ、いないんですけど。あ、くそ、お昼時。ということは、お昼寝で、14時まで寝たら大丈夫か。よっと。はい、おはよう。え、働いてない。え、働いてないよ。ちょ、待って。
17時ぐらいまで。あ、働いてる働いてる、ね、動物小屋はどうやったらできます？あ、でも一応何かしら、いや違う、鶏小屋はあるけど動物小屋はないんかな。牧場のものを買う、違う、建築増築、あ、動物小屋、うわ結構足りない、お金は足りといんやけどな。そっか、木が足りんのやね。なるほど、頑張って集めなければ。馬とかも買いたいしな。はい、また来ます。ということで、あ、ちょっと待って、あれや、私の今のあれミニマップ、シーゼンタウン東にあるの今、私のどこでもドアはちょ、回収してきておかなくては、ん、回収しておかなくては、ちょ、日本語がおかしくなりよった。みんなの有効度をいろいろと上げていきつつ頑張って回収を。どうも。あれなんよ、雑貨屋さんのね、コロボックルの話もすごい気になったんやけど、ちょ、いつになったらその話が進んでくれるのかなと私は思ってるんです。あ、進む？ティラルちゃん、いらっしゃい。ちょうどいいところに来たわね。これ持っててくれる？なんでいきなり手伝わされるの？お客さんなんですけど。何それ、何それ、肥料？よいしょっと。真面目だな。何、掃除中？ありがとう。のび太、助かったわ。パパが朝からコロボクル探しに出かけちゃって、お店の人手が足りないの。朝から。さっきパプリカ求めよったよ、お父さん。ママもいつも怒ってばっかりで。メラルさん、またコロボクルを探しに飛び出しちゃったの？今度こそ見つけてやるぞって。メラルさん、何か手がかりを見つけたのかな？いつも新しい本を見つけてきては何か手がかりを見つけるみたいで。キラルちゃんはコロブックルがいるって信じてないの？どっちでもいいんだけど。でも困ってるママを見てると、コロブックルがいるならさっさ出てきてパパと仲良くしてあげてほしいかな。僕も探してみようかな。そうだ、それなら僕もネラルさんと一緒にコロブックルを探すっていうのはどうかな。その方がコロブックルも早く見つかるよ。いるかどうかもわからないのよ。ネラルさんがあんなに必死になって探してるならきっと何かを掴んだんだよ。それならとっくに見つかってると思うわ。でもこのパパを放っておくとエティさんも大変そうだし、ティラルちゃんも忙しくなっちゃうよ。私はいいの、ママが困っているなら助けてあげるのは子供でしょ。この世界のことも偉いのび太も変なことに巻き込まれないように自分の仕事に集中した方がいいわよ。もう気にならない？ネラルさんだって立派な大人なのにコロボックルなんて追いかけちゃってさ。確かに、そりゃパパの行動は確かに気にはなるけど、そこが気になるんやね。やっぱりママを助けてあげたいかな。うん、偉いねえ。キラル、そっちは終わったかしら？うん、のび太に手伝ってもらったの。そっくりだな、二人。あらあら、悪いわね。いらっしゃい、のび太くん。こんにちは。エティさん、ネラルには本当に困ったわ。キラルが手伝ってくれるいい子で本当に助かるわ。やめてよ、ママ恥ずかしい。ありがとう。のび太くんもありがとうね。大したことはしてないけどね。のび太のこの顔好き、かわいいな。またね。また時間があるときにでも遊びましょう。わかった。ネラルさん、ちゃんと働けよ。ね、ちゃんと働いていただきたいわ。でもこの先コロボックル探しを手伝うことになったら、私は張り切って手伝います。さあ、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。そのうち多分コロボックルとか出てくるのではないかなーと。そして手伝ってくれたりするのではないかなーと期待しとるけん、話ちゃんと進んでほしいなって思うよね。